北口外観ホーム級駅社外観ふるさと駅は東京都西多摩郡奥多摩町小丹波にある東日本旅客鉄道大目線の駅である。駅番号は JC71 東京都の鉄道駅で最も北に位置する駅である。相対式ホーム2面2線を有する地上駅である。上下線ともホーム有効長は4両分であるが臨時列車が 奥多摩駅へ向かうための運転停車をするために6両編成の停止位置目標が置かれている。上り線と下り線の間には抽選があり、車両の留置に使用されている。互いのホームは五線橋で結ばれている。青梅駅管理の無人駅。乗車駅証明書発行機が設置されている。奥多摩方面ホームに、南口駅舎、大梅、灰島方面ホームに、 北口駅舎が建っている。簡易水化改札機と乗車駅証明書発行機も、それぞれの出入り口に設置されている。2014年度の1日平均乗車人員は255人で、ある。近年の推移は、下記の通り。駅付近の玉川あたり駅は、玉川が山地を削ってできた、わずかばかりの平地にあたる部分に存在しているが、 大梅街道と吉野街道との交流分基地点にある交通の要衝である。駅周辺はこの辺りでは比較的大きな集落が広がっており、NTT の交換局のほか、南口から国道に出た交差点には24時間営業のコンビニもある。ふるさと駅が最寄りの停留所となる。ありがとうございます。